日本長野県松本市島立島立、大浅島立は長野県松本市の市街地の西の地名。かつての東地区間島立村にあたる。国道158号沿いや合同庁舎通り沿い、長野県道320号は北、松本停車場線沿いには郊外型専門店や郊外型飲食チェーン店が多い。また、5階建て程度のオフィスビルも見られる。 幹線道路の裏側は住宅地となっている。その他の地区は住宅と田畑が混在している。地区の北部を流れる不木川には松本藩の土場があり、安住方面の山間地にあった藩御用林で伐採した材木を引き上げ、堀米から陸層で各地へ運んだ。松本インターチェンジができて、以降、合同庁舎が市内中心部から移転した。 インターチェンジ周辺を市街地化する計画もたびたび浮上するが、島立地区の大部分が農業振興地域の指定を受けているため、今のところ進展は見られない。属地名では、梶原、堀米神殿、堀米、大場、小芝、中村、荒井、三宮、町、長田、北栗、南栗などが該当する。二千十八年十月一日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。ありがとうございます。